1952年、梅原龍三郎は日本の洋画家、京都府京都市下京区生まれ、1914年までは梅原龍三郎を名乗った。ヨーロッパで学んだ、油彩画に桃山美術、林波、南画といった日本の伝統的な美術を自由奔放に取り入れ、健爛な色彩と合法なタッチが織りなす、装飾的な世界を展開。 昭和の一時代を通じて、日本洋画界の重鎮として君臨した、京都府京都市下京区生まれ、聖家は染物問屋だった。京都府立第二中学校を中退し、伊藤義彦のが塾、厚富会で学んだ後、浅井忠氏が主催する、昭和院洋画研究所に入った。同時期に、安井宗太郎も学んでいた。1908年、後に美術史家となる、 田中喜作と共にフランスに留学。翌年、帰国する高村光太郎のアトリエを引き継いでパリに滞在し、アカデミー・ジュリアンに通い、さらにルノワールの指導を受ける機会を得た。知人の有島育馬を通して1910年にはルノワールやパリの芸術についてを雑誌、白樺に寄稿している。1913年に帰国すると白樺社の主催により、 東京神田で古典梅原良三郎油絵展覧会を開催。この時白河社道人の武者の工事さねやつ、志賀直や竜宗吉らの地具を得た。翌1914年庭には二家会の設立に関わる。この年洋画家、亀岡隆の妹、津谷子と結婚。二人の間には翌年長女、紅良が、その三年後には、長男、聖四が生まれた。 1920年には、前年に死去したルノワールを弔問する名目で、再び突出している。多摩霊園にある、梅原龍三郎の墓その後は、1922年に、春陽会の設立に参加、数年後にその春陽会を去ると、1925年には、土田幕宣の招きで、国画創作協会に合流し、国画創作協会ヨガ部、通称、 第2部を設置した。3年後に教会が解散することになると、洋画部は独立して国画会となった。1930年代には、木版とカッパ版の複合版からなる、ラフ図を石原旧流堂から観光した。この時の彫りりを平塚う一が担当したかと言われる。1935年には、帝国美術院会員となる。百四十四年には、 提出議原因となり、またこの年には、東京美術学校教授にもなっている。1952年に、日本が主権を回復し海外渡航が再び、できるようになると、梅原は、早速、東京美術学校教授を辞任して東欧、ベネツィア・ビエンナーレの国際審査員を務めた。同年文化勲章受章。翌1953年に、長野県軽井沢町にアトリエを設けた。 1957年には日本芸術委員会員をはじめ様々な役職を辞し、以後は党を繰り返して自由な立場から制作に励んだ。少年時代からの良きライバルだった安井壮太郎と共に洋画館の頂点を極め日本洋画団の総碧と歌われたのもこの頃である。1973年フランス芸術文化勲章コマンドール賞受賞。ありがとうございます。